hey, と笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにクククと笑ってた、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すらできない、はい、ある日は共に夜が誘ってたり軍服で銃抱えてたりマンボウの時は閉じめようかと思った。後片付けも結構大変で床の血のりを洗ったり夜が誘ったまま晩ご飯作るのは勘弁してほしい、はい、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗るからできるだけするね。忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなく飛ばして海見に行ったりしたのに、結婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。